新党国盛代表の本間奈々さんとスカイプで、はい、つながっておりますので、はい、呼んでみたいと思います。本間さん。本間さん。はい、本間です。はい、どうも今日はスタジオですね。はい、はいはい、スタジオにおります。障子バックじゃないんで なんとなく美しい風景が、はい、ね、ありますけど、いや、ブルーなかなか似合いますね。ジャパンブルーは美しいですね。今日はお似合いですね。下も上着もブルー、あ、それはなかなかいい よ, いいよね。爽やかで、なかなかいいですよ。あの、このおばさんとはだいぶ違うんじゃないかっていう、あの、奈々さんのちょっと可愛い写真っていうか、イラストくれるかな。これはあの本間奈々ではありません。はい、はい、野田聖子さんですか、ね、野田聖子さんですね。はい、というちょっと違いを皆さん、あのね、はい、ほら見てください、ほらこうも違うぞって、はい、もう一個、はい、はい、こうも違うぞって、ね、かわいらしい。あ、これは消しちゃいけないこっちか、はい、ね、こういう爽やかなのと、こういう元気なのと、ここにドド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 って、はい、ちょっと BGM なしちゃいけないけどね、特徴を捉えてますよね、っていう中でね、ドドドドド恨めしや、はい、まあ、というような形で、まあ、こういうところなんですけれども、本当に古川さんありがとうございます。爽やかな、ね、あの映像ということです。実は、まあ、これ、本間さんともまたね、国盛でもやろうと思いますけど、なんと2つ今日はね、北海道2区のもう本当にとんでもない、もうどんどろけの、もう醜い、いやしい、汚い、ね、こういう構図の問題を、いうのと、それと100年記念塔ね、この間もちょっとお話してもらいましたけど、これに関わってる。それともう一つ、何よりも、本間奈々さんもこの間言ってもらいました、2月6日 あのあれですね、尖閣諸島の漁業活動、はい、この問題について農林水産省から先ほどちょっと紹介しましたけど来ましたね、この、はい、これすごいですね。紹介対象法令が10日の所管する法令以外に関するものであったことを通知しますと。まあ、あの本間さんも自治省ね、元今の総務省ですけど、自治省 の、まあ、あのキャリア18年やってきたんですけど、これどうですか、まず。それですね、あの見たときに、今までいろいろやり取りやってたあなたたちは一体何なの、バカなのバカなのと思ったんですけど本当にね、何だったんでしょうか。うん、はい、ちょっと電話で聞いてみたくもなりますけどね、これ、でもまあすごいなと思ってね、本当に、あのつまり我々に対してあーだこーだ言ってね、指導とかなんかいろいろ行政的なね、あの処置をしてきたわけです。行かせないとか認めないとか、はい、ね、それをどういうことだって聞いたら、所管外だって。じゃあ今まで本当に今奈々さんが言ってるようにね、これ何なんだと、あんたらは。それから目の前に水産庁の役人が来て、あのちゃんと私の前でね、あの認め行かせることは認めませんみたいなね、ことをしっかり言ってる、ヒアリングも呼び出してやってる、で私たちと面会して、その今紹介をね、こういうものやった時、この間も会ってるわけですよ、はい、所管外ってすぐ言えないじゃないかって。そうですそこで言ってほしいですよ ねでも所管外のやつがやっちゃってる方が大変ですよね。いや、そうですよね、我々行かせない、損害も与えてる、はい、そうです、そっち、ね、うん、問題ですよね。まあ、本間さんと私とね、また弁護士さんも含めて、この問題についてはね、対応をちょっと決めますけど、ありがとうと言っていいのか、なんて言っていいのか、ちょっと想定外でした ね、これ、こんなバカなことやるのかと思ってね、びっくりしましたね。いや、びっくりしますね。だって今まで あの人たちは何の権限を持って話してたのかなっていうのと、社長がおっしゃる通り、権限外だったらあんた裁量権の逸脱じゃないかっていうね。そうそう、職権乱用ですよ、はい、これ、はい、ね、まあ、というそれから国交省もちょっと驚くんじゃないですか、はい、ね、国土交通省の所管であることを申し添えますってね、はい、これは、いや俺かいって言うさ、あの国交省もね、今まで水産庁のやってたからって言ってたんだよね。まあこういうことが起きました。これはまあ、あのきちっとあの追及をしていきたいと思います。まあ、あのそれからあの20日以降ですね、まあ、月末になると思いますけども、月末の週末ぐらいにね、あれが良ければ
我々はきちっとした形法に基づいて尖閣諸島に漁業に、出かける予定であります。はい、ということなんですけど、さあちょっと今日の話の、まあ、中心は、北海道肉の話ですけども、すごいですねこれ、なんかめちゃくちゃですねこれ、どんどろけというかね、あの泥仕合というよりも、ちょっとこれ見ていただけますか今。はい、これより取れるかな。はい、北海道肉の補欠選挙、北海道肉は吉川貴盛元農林水産大臣、お金をもらったっていうことでね、起訴されて在宅、体も調子悪いということで逮捕とかね拘束はされてませんけど、まあもう完全に立件されて起訴されてる。その、そして、まあ、議員辞職をしてるんで、候補者選定で自民党は候補者を公募しないって決めたって、ね、あれなぜっていうね、選挙区内で候補者選びを始め北区の自民党市議会議員で調整が始まったんだけども、突然自民党本部っていうのはこれ2回ですね、幹事長からやめじゃってね、そんなこと出すのやめるぞっていうふうになったんですけど、こういう状態になって、まあ、本間さんも出るんじゃないかとかね、いろいろ今でもまあ言われてるし、まあね、いろんなことを今ありますけれども、これだけの人間、松木さん、平岡さん、山崎さん、斉藤さん、小田さん、長友さん、鶴葉さん、まあ、こういう人たちがね、まあ、出る出ないと候補に上がってるね、というようなことなんですけど、ちょっとこれ本間さんね、はい、何が変かっていうのを、つまり、まあ、はい、はっきり言うと、ね、本選がまたこれ何ヶ月後にあるわけですよね。はい、はい、そうですね、はいはい、補欠選挙はちょうど4月25日に行われますが、はい、今年の本選というか解散総選挙は少なくとも10月ぐらいまでには行われるだろうと言われているので、はい、もうあと半年しかない状況です、はい、で何が変化というと、まず、まあ、吉川さんがいきなり体調不良を、まあ、理由に辞めて、いまだにこれはどういうことだったのかって全然金銭の釈明一切しないまま表舞台から いなくなってしまいました。でその後にこれもすごく不思議なんですけど、普通なんていうか自民党 の候補者選定って今大体公募でやるっていうのが一般的なんですけれども、うん、最初から選挙区内ので候補者決めますよ、要は東区と北区だけで決めますよってことになるんですけれども、うんうんうん、そもそも国会議員って別に選挙区に縛られず、うん、全国どこから出ても構わないので、うん、そもそもなんかこう変な感じだなという気はしてたんですよね、うんうん、で、まあ、その中で北区 の現職の市議会議員の先生が、うん、じゃ この人を候補にしましょうかって動き出した、うん、そしてその当時の道連会長は橋本聖子さんでしたので、うんうん、橋本聖子さんが会いますよって言った当日に不先輩になったんですよ。そうなんですね、はい、この一方的な本部決定で、うん、この時から言われていたのはやっぱりやり方も変だし、おそらく吉川さんには今道議会議員をやっている息子さんがいるので、うん、変に候補者を出されたくない、うん、でだけれども今 そのなんか息子さんを今すぐ出す補欠に出すっていうのはちょっと元々の要因がお父さんの収賄でっていうことになってるので、うんうん、まあ、これがまずいってことだったんだと思うんですけども、うんうん、それで結局不先輩にして候補者消してしまったんですよね、うんうん、でこのまま行くといわゆる対抗馬というのは野党でいうと立憲民主、そして今国民民主も支持を出している松木健康さんという、うんうん、まあ、この方もちょっといろいろと政党を渡り歩いていて維新の会に行ったり、うん、あるいは何ていうか希望の党から出たり、うん、全く所在のよくわからない人なんですけど、今回立憲民主と国民民主で出ます。で共産党員も出るっていうことなんですが、うん、今共産党の方を下ろして一本化しようって話になっているので、まあ、野党統一候補ということになれば、うん、まあ、月健康さんは圧倒的な票数を取るんだろうなっていうのは予想されます、うん、でその中で実は長友さんという弁護士さんが出てですね、うん、無所属でだけども、はい、彼は自民党員なんですよ元々、はい、で
自民党であるということもあって同連にもお願いに行ったようですし、そもそも橋本聖子さん の、 あの秘書もされていたので自民党本部ともあの知り合いなんかもいていろいろ相談をしていたそうなんですが、全く自民党の方は彼を全く相手にしないというかあの選んでくれないわけですよね。そうですね、はい、これがまず非常にもう明らかにその息子さんを前提にしてるから多分長友さんは不都合な人なんだと思います、まあ、経歴的に言えば弁護士もされてますし元を言えばあの農水省 の、 あの一種、まあ、あのいわゆるなんていうかあの議官ではあるんですけども、はい、あの私は経歴的には問題ない人だと思うんですけど、この人は全然ダメなんですね。でもう一つ機会なのはあの一応主なところで言うとあの、はい、山崎泉さんという維新の会から出る人がいます、はい、これはあの鈴木宗男さんの元秘書でもあり、はいはい、で元々道議をしてた人ですが実はあの札幌じゃなくてあの帯広であのチャンネル桜北海道でも出ている小野寺さんと同じ選挙区だったんですよね、うん、なるほど帯広で同期だって言ってました、うん、でこの人はあのちょうどなんか前の選挙の時に体調を壊して辞めたということなので今回引っ張り出されたんだと思うんですね、うん、なんか維新の会から無理くり、うんうん、なので、まあ、この人もまあ出てますよっていう体なんですけども決対なのは一番最後に出てくるあの鶴葉よし子さん、うんうん、この方は元北海道放送のアナウンサーでこの人も無所属と言ってきています、うん、でもう一つ社会福祉法人札幌経由会理事ってなってるんですが、うんうん、これですね実は私たち の、 あのチャンネル桜北海道の沢田栄一さんっていらっしゃると思うんですが、うんうん、沢田栄一さん理事されてた同じ法人なんですよね、うんうん、でここが中国の人をあの経営のに関わらせるとか中国人を積極的に受け入れるって話になったので、うんうん、沢田一さんはそれはおかしいんじゃないかっていうことを言ったところ、うん、沢田一さん、まあ、いろんな経緯があって辞めさせられたのか辞めたかして、うん、あのこの鶴葉さんが入ってるんですってことは彼女は非常に中国の入れることに対しては全然問題ない方なのかなっていうのが一つ、それと今噂されてるのが実はあのニトリさんが応援するというふうなことを言ってるんですね彼女を、ね、すごいね、はいはい、ということでもうふんふんとしてくるのはニトリさんと来るとやっぱり親中的でありますしもともと応援している政党としてはあの創価学会というか公明党ですの、ね、で、はい、公明党なのかなって気がするんです、うん、鶴葉さん、うん、あの黙って無所属って話をしてるんですけれども、うんうんうん、で公明党を隠しながらでニトリさんの応援をいただいている、うん、これは何なのかなと思うと、うん、結局あの、まあ、基本的には松木健康さんという人が出てくるので、うん、やっぱりあのそして野党統一候補ですから、うん、かなり強いと思うんですけれども、うん、ここの草刈り場にはしたくない、うん、で長友さんという自民党員は出てるけども、うん、こちらも応援はできない、うん、で結局長友を潰したいってことね、まあはい、そうですね長友さんを潰したいんだと思うんです、うんうん、でそして鶴葉さんは公明党ほぼ公明党なんだと思うんです、うんうん、でまあ、彼女もそんなにあのバーンといくことはないかもしれないんですけどある程度 の、 あのまとまった公明党票ぐらいの票数は取って、うんうん、次の道議会選挙に出したいんじゃないかなって、うん、道議そうか、そうですね、道議狙いじゃないと、ね、はい、はい、で道議になれば要は衆議院もし吉川さんの息子さんが出た時に応援してくれる立場になる方ですから、そうですね、彼女がある程度取るのは問題ないんだと思うんですよね、うんうん、という結局なんか自民党と公明党のなんていうかこう入り混じった候補者が隠れて出てる、うんで、うん、実際の自民党員の長友さんは潰そうとしているという、うん、そういう構図なのかなという気がします。だから維新の場合もね、まあ、よく鈴木さんがよく鈴木宗男さんがよくやるっていうね、散々こう出るぞと出してね、うん、でつまり誰が得するかですよね。この人は当選するはずがないって言われてるから、そうすると松木健康のとこの票も減らすと、あと長友さんの票も減らすと、まあ、どちらかというと松木健康さんの票を減らすんだと思います。というのは松木健康さん先ほど言った通り維新から出てるんですよね。なるほど。であの変えてるので維新 の、 あの会 の、 あのやっぱり支持者の中には松木健康さん面白くないと思ってる人がいるので、なるほど、あのこの山崎さんが出ればそっちの方に行っちゃう、まあ、松木健康さんの票は減るという、そうすると次の本選ですよね、はい、それが減るとその捕まって収賄で捕まってで起訴されてる
吉川さんの息子がまた本選で出てくる可能性ある。で鶴川さんは応援する立場に変わると。なんかやり方汚いですねこれね、はい、本当に。それとこれ今だんだん出揃って、まあ、ちょうど昨日時点出てる候補者全員なんですけども、はい、ちょうど3月6日、まあ、本当にちょ先週の土曜日ですね、はい、3月6日に自民党が決対な決議してるんですよね。同例の方なんですけども、これ何かというと補欠選挙の時には公募しないとか、うん、あるいは不戦敗にしておきながら、うん、まだ補欠選挙も始まっていないんですけれども、うん、党員に対して自主投票をすると、うん、誰に投票してもいいよと、うん、でただ本選については公募するよって言い出してるんですよね、うん、これすごく変じゃないですか。補欠選挙の時にやらせない、つまり候補者出さない、うん、で、まあ、現実的には、まあ、長友さんみたいに自民党には出てきてるんですけども、ここまで分断してくると票数がかなり限られてくるだろうということ、うん、そしておそらく吉川さんサイド、吉川先生っていうのはとても独特な人で、いつも衆議院選挙の時に小選挙区については自分に入れてほしい、だけれども比例については公明党に入れてほしいっていう極めて変わった選挙する人なんですよね、うんうん、はい、私はちょっと そうすると小間さんが、ね、それ最終的に言うのは吉川という、まあ、親父の方ですけども、それが息子を当選させるためにいろいろ今仕掛けてると、はい、そして、はい、長友さんを潰して鶴葉さんの票をまた息子に持ってくる。息子は同議になってるからそれなりの固定票は少しあると。そうすると公募をすると、はい、彼が選ばれる可能性がすごく高いってことですね。そうなんです。一応その、うん、この2区 の北区の方で息子さんは同議をされていまして、うん、はい、2万8000票を取ってます。なので、なるほど、まあ、簡単に言うと長友さんが2万8000取れないと公募にしても選ばれない可能性が強くなってくるということなんですよ ね、うん、ね、それに鶴葉さんのあれプラスすればね、うん、というようなことになりますから、いやなんか本選を見据えた切ったらやり方してる ね、なんか反省足りないんじゃないの、吉川っていう人はね。本当にこういう問題ちょっと我々見過ごすわけにいかないですねこれね。まして吉川さんっていうのは親中派のね、美中派の権化だった人ですからね、はい、どうですか、道民のこういうものを気がつき始めてるんですか、今のこういった現実。いや気づいてないと思います ね、 なるほどね、うん、一般的な北海道新聞も含めた報道としては保守が、はい、乱立しているという言い方です。でも鶴葉さんってそもそも保守って言えるんでしょうかね。そうですね、というとこなんですよね、うん。それとこうニトリっていうのはこの間もちょっとね取り上げましたけど、今北海道の中心的な企業になってるわけでしょ、うん、はい、でそれがこう声かけるんで鶴葉さんがね、いろんな財界というか、ね、北海道の財界の人たちと結構会ってるんでしょ彼は、はい、彼女は。そうですね、彼女がブログで発信してるので、はい、非常に不思議に思うのは、はい、やっぱり商工会議所の、はい、まあ、1号議員とか2号議員とか格があるんですけども、はい、かなり副会長をやる人とかそういう人たちにバンバン会えてまして、はい、普通だったらちょっとありえないなという感じではあるんですよね。なるほどね。ということで皆さんこの、まあ、はっきり言うとね、なんとなく薄汚いね構図、つまりこのね、やっぱりねその議員という政治家の地位とかね、こういうものを私物化してるっていうね、お互いの馴れ合いの利権の中でね、回しっこしてる、で自分たちまた戻そう、吉川さんっていう人私は極めてもそれこそ遺憾だというね、よくないと思いますね、はいはい、それとあれなんですね、付け加えますとその、はい、財界のすごい人にも会ってるんですけども、自民党のうち東区 の、うん、市議会議員であるとか、あるいは道連の幹事長が、はい、この鶴葉さんに入れてほしいってことを表明していまして、であろうことかですね、幹事長の方は橋本聖子も応援してるって言ってるんですが、うん、橋本聖子さん今JOC の会長なので、もうそもそも選挙活動とかそういうことをやっていけないってことにないんですけども、そういうことを平気で言って、北海道ではそういうことが言われてしまってるという ね、 非常に。だから長友さんいじめ、まあ、別に私も長友さんをどうのこうのっていうふうになんかね寄るわけじゃないんですけども、明らかに潰しにかかっていて、そして
ご自身は全然お金の収賄については全く弁明も、うん、記者会見もしないまま消えていながら、うん、ちょっとこれはないんじゃないかなっていう選挙の構図を作っているというところですね。はい、というようなことで皆さんどうですか、ね、この吉川というこの元農水大臣ですけどね、これがでも同連の代表やってたんですよ、自民党のね。だから、それからこの間も言ったように道議選は、北海道道議選というのは 45% 無投票当選になってる。いかにガチガチの利権構造でね、固まってるか、自民公明と与党のね流れの中で、まあそういう中でその維新が加わり、かつまたこういうね野党連合加わってるということですね。これなんとか本当に変えていかなきゃいけないですね。こういうものをちゃんとみんなに暴露してね、本当のことを伝えてやるしかないですね、本間さん。はい、はい、いや本当にそういう意味で言うと、なんか収賄、まさにお金の汚い選挙っていうので問題になってるんですけれども、実は松木健康さんも今なんか政治資金関係の処理が不適切だったと言われて、それも相当書かれてます。なんかそういうお金の匂いばっかりふんふんとしていて、そして、まあ、その中で吉川さんは自分の息子に家業として移そうとする、うん、まさに道民不在の肉だなという感じがします。はい、はい、ありがとうございました。なんかね、松木さんのこれ名誉記者になるから言わないけど、噂で言うとね、はい、何票何千円とかね、こういう噂まで出たことあったりしてね、ちょっと今のね申告漏れという形で修正申告したみたいだけど、どうもねお金にまつわる悪い噂は聞きますね。はい、というのことで、本間さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい。あとこのまたね国盛りなんかでこの話、また昨日もやってくれたんですかね、これね。はい、そうですね、はい。まあ、昨日も北海道庁前街頭、うん、宣伝やってたんですけども、はい、まあ、ちょっと昨日はですね、多分は、まあ、言われてみればそうなのかもしれないんですけど、いよいよちょっとやっぱり向こう側もなんか邪魔だと思ってきてるのか、パトカーが来まして、で一応その街宣車を動かしてくれと言って、なんか それまでなんか街宣車を動かしてくれって言ってこなかったんですけど、まあ、これはまで言われたらまあ動かさなきゃいけないの で、まあ、で、ね、はい、北海道の方の国盛の方は、はい、いわゆるハンドスピーカーというのがなくて、街宣車にしかマイクがないもんですから、途中でやめざるを得なかったというような状況を起きてしまいました。はい、まあ、はい、ハンドマイク送りますんで今度ね、はいはい、やりましょう、はいはい、きちんとやっていきたいと思います。はい、新党国盛代表の本間奈々代表でした。はい、本間さんありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。